は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の岩見国の武将。岡本氏第四代当主。岡本氏第三代当主五神本圏栄の長子として生まれる。はじめ岡本亀常と名乗った。自称、呪影の乱において、周辺では、平家よりない使用済みの豪族が多い中で、岩見国で唯一源、頼朝の呼びかけに応えて、 父県栄江と共に、一の谷の戦いに参加。元略元年、岩見国の横領氏に部任された。段の浦の戦いでは、平家町と、総大使、平戦十五層を捕獲し二百八十人を討ち取る、先行を挙げた。これらの功によって、代々開発してきた増田省、長野省をはじめとした所領を安堵され、父県栄と合わせて、 かの足郡を除く岩見国一円に22カ所の所領を有する岩見国第一の豪族の地位を確立した。壇ノ浦の戦い後に名を健康に改め、さらに研究3年に上府御神本から美野郡増田の土屋敷に移住してからは、増田氏を名乗った。翌研究4年に七尾城の築城に着手している。神仏の数形も厚く、増田移住に際しては、 上府から、住吉神社を移転、七尾城追記の際は城内に、擬音社を創建している。所領は、この金末、謙信、謙広によって、分割相続され、増田氏の当主は金末が継いだ。一の谷の戦いの前にすでに増田に移住していたと、する説もある。ありがとうございます。